山下浩二くん昔山下浩二くんという人がいたらしい。いたらしいと言ったのは 私は見たことはなく聞いた話だからで。同期の友人の遥は同窓会で中学時代に付き合っていた孔治くんに会えるのを楽しみにしていた。大学生の時の同窓会では孔治くんは仕事の都合で出席ができなかったから、今回会うことができれば12年ぶりになる。ところが孔治くんは 会場にはいなかった。驚いたことに出席していないだけではなく存在そのものが消えていたのだ。みんなに聞いても誰も山下浩二の名前を知らないし、親友だった男の子に聞いても遥かのギャグだと言われた。私が中学じゃなくて高校だったとかじゃないのと聞いても。 はるかの記憶では、間違いなく中学校。何より、大学生だった時の同窓会では、コウジ君来なくて残念だったね、と、みんなから冷やかされた記憶もある。来月の盆、実家に帰ったら、アルバムとか調べてみる。みんなで私のことを騙しているとは思えないし、でも本当に、 夢とかじゃないんだよ。写真とか手紙とか残っているし、彼と同じ高校の出身の子にも聞いてみるよ。ここでこの話は一旦終わった。遥かはこんな面白い作り話ができるような子ではなかったし、遥かと会ってこの話を聞いていた私ともう一人の友人のミカとも、 これは嘘じゃないね、と言い合っていた。本当ならすぐ、話の続きを聞きたかったんだけど、遥かは結婚してことぶき退社していて、なかなか会う機会もなく、私も忙しかったこともあり、秋も終わりになる頃、遥かの話になって、初めて思い出した。同じ職場の三カに、 はるかのあの話ってどうなったんだろうね、と聞いてみたが。ミカは何の話か全くわからないようで。そんな面白い話聞いたら忘れないよ。そこにいたの、私じゃなかったんじゃないとまで言われてしまった。いや、確かに会話の中にミカはいた。つい数ヶ月前の話だから。 間違えるわけがない。なんだか、不義落ちずに、早々に遥かに連絡を取り、食事に誘った。遥かに会うと、私は早速、あの話を持ち出した。誰山下浩二君って。鳥肌が立った。遥かは本当に、 彼のことを覚えていなかった。私が真剣に、はるかが言っていたんだよ、と話をしても、はるかは目を丸くして、ただただ、きょとんと聞いているだけで、不思議そうな顔をしていた。そのうち、私も忘れてしまうんだろうか。その時本当の意味で、山下孝二君の存在は、 消えてしまう気がする。詳細ですけど、るかに卒業アルバムを確認してもらったんですけど、やっぱり彼は乗っていませんでした。あんまりすごく聞いて気持ち悪く思われてしまうのも嫌だったんで、それ以上はるかには何も聞いていません。私自身は山下君のことを知っているわけではないので、 まあいいかぐらいにしか思ってもいなくてただ忘れる前にここに記録をと思い投下させていただきました夜の工場僕が5年前に体験した実は 17歳の夏の夜、時計は深夜0時を指していた。当時僕は仲間とバイクを二欠していた。バイクを運転していた僕はメットに当たるものを感じた。突然の雨。雨に濡れたくないため近くのレンタルショップで雨宿りをしようとバイクを走らせた。 雨に打たれた服はびしょ濡れだ。文句を言いながら仲間と話していた。目の前には自動販売機があり、その明かりの前に虫がうじゃうじゃと集まっていた。虫が大っ嫌いな僕は仲間に場所えを提案し、近くの工場で雨宿りをすることにした。 工場に着いた。そこの工場の外は真っ暗で、窓が何枚もあり、窓は日中であれば中が見える透明のガラス。そこの窓から差す、非常口の看板の光や、自販機の光で、薄気味悪さを醸し出していた。今思えば、あんな薄気味悪いところにいたんだ、と思ってしまうくらい。 また服が濡れた、と、仲間から文句を言われながら、たわいない話で盛り上がった。一時間くらい経っただろうか、突然仲間が、場を凍らせるような一言。なあ、さっきから、窓から俺たちのことを見てる人がいないかそう言った。そんなわけがない。 先ほども言ったが、真っ暗だし、夜勤があるような工場ではないので、人なんかいたら不気味だ。僕が、あたりの窓を見渡して、いないだろ、と答えた。するとすぐさま仲間が、そっからじゃあ、柱があって見えないんだよ。俺がいるところから見てみろよ。仲間に従って、場所を変え。 またあたりの窓を見た。すると、その位置からは遠い窓に、白い服の髪が少し長めの、おそらく女の人がこちらを見ていた。曖昧なのは暗さのせいだ。でも確かに、人がいることは確認できる。そこで普通はびっくりするもんだけど、妙な違和感を感じた。 そこの窓は、高さもおそらく自分の腰くらいの位置だと思うんだけど、どうも立っているにしては低いし、何かに座っているにしても高すぎる位置にいた。とぎもかくぎも気味が悪いので早々に腰を上げて逃げ帰った。その後別の仲間に、こういうことがあったんだ、と話した。 するとそいつが、昔その工場で、プレス機に足が挟まれて、亡くなった人がいるらしいよ、と。ベータな理由だけど、それだったら、僕が見た人の説明はつく。僕はもう、あそこには行きたくない。一時間も、幽霊か何かに、見られていたんだと思うと、寒気が止まらない。 今あなたは誰かに見られてはいませんか後から見えた。夕方、A 君から電話がかかってきて、夜景が綺麗な場所があるから、B 君も誘ってあるんで一緒に行こう。 って誘われた。一月くらい会っていなかったんで、久しぶりに会いたくて、行くことにした。21時、近所のファミレスで待ち合わせをした。A 君と B 君が来て、自転車で、その夜景が見える場所まで向かい、途中で、コンビニで、缶ビールを買って行った。 夜景が見える場所は公園だった。そこは A 君が言う通り絶景だったんだけど、誰もいなかった。缶ビールを飲みながら、一、2時間くらい話をしていたら、A 君が何かフェンスの方に気配を感じたらしく、振り向いて、うわーっと叫んだ。叫んだ後、 俺と B 君はびっくりした。どうしたんだ大丈夫かと聞いてみると、A 君は腰を抜かしながら、フェンスの方を指さして、フェ、フェ、フェンス、血、血、血だらけの子供がしがみついて、こっちを見てた。A 君はそう言った。 自分たちも見てみたんだけど、血だらけの子供なんていなかった。A 君は真っ青な顔で鳥肌が立っていた。俺は落ち着かせようとして A 君の背中をさすった。B 君は A 君が指をさしたフェンスの方に向かって座り込んだ。俺は B 君にやばいから行かない方がいいよと伝えたんだが、 B 君は無言のまま座り込んで、じーっとフェイスの方を見ていた。俺はもう一度、B 君にやばいから戻って来いと言ったんだが、無言だった。B 君は心の中で、友達に取り付かないでくれ。取り付くなら俺にしてくれ。そう言っていたみたいな。 A 君が気持ちが悪いと言い出し、B 君を放っておいて、近くの公衆トイレに連れて行って、一緒にトイレに入った。俺は A 君の背中をさすって、大丈夫かと聞くと、A 君はまだ真っ青な顔だったけど、うん、大丈夫、と言った。 俺は水を流そうと思い、便器に目が行った。便器の中に赤いミミズみたいなものが浮いていてうごめいていた。俺と A 君はうわっと叫びながら B 君の方に逃げ出した。俺と A 君は B 君にやばすぎるから早く行こうと言った。 B 君はまだ座り込んでいて、俺を見て帰ろうと言って、自転車が置いてある場所まで走った。自転車に乗って必死になってこいで、1キロくらい進んだところで、俺の自転車のチェーンがブシッと切れた。A 君と B 君に大丈夫かと聞かれて、俺はチェーンが切れたと答えた。すると B 君は、 自転車は明日取りに行けばいいから、後ろに乗れ、と言ってくれて。B 君の後ろに乗って、20分くらい、近所の方まで走って、コンビニで解散した。その後、俺と A 君には何もなかった。B 君は寝ているとき、ふと目が覚めたらしく、誰もいないはずなのに、誰かに見られている気配がした。 B 君は、掛け布団で顔を隠し、目をつむった。そして次の瞬間、掛け布団を引っ張られ、目を開けたら、血だらけの子供が B 君の上にまたがって、B 君の両腕をつかみ、笑いながら B 君のことを見つめていた。B 君はそのまま気を失ってしまったそうだ。 目が覚めると、上半身裸になっていて、右肩に耳ずばりのような S 字の跡がついていたそうだ。俺と A 君もそれを見せてもらった。三ヶ月経って、まだ跡は残っている。次の日、放置した自転車を取りに行こうとしたら、まだ数時間も経っていないのに、 自転車はなくなっていた